ピンチュンハワン10月14日から1973年1月26日は、タイの軍人、政治家、陸軍元帥。1947年のタイクーデターで、中心的役割を果たし、1951年の静かなるクーデター以降は政界に進出、プレーク・ピブーンソン・クラーム政権末期に副首相、副国防相、農業省を担当するとともに、 パオ・シー・ヤーノンと、ソー・イラー・チャクルーと呼ばれる派閥を形成し、軍、政治、経済面で牽制を振るったが、政敵サリット・タナラットのクーデターで失脚した。子は、第23代首相チャート・チャー・イ・チュン・ハワン、サムット・ソン・クラーム・ケンバーン・コンティー軍出身。両親はいずれも、家境で、父で医師の会は、塩さん、母の林風は、スワト出身である。 9歳からタムボン・バーン・ロックにあるクーエークアット、ポーナーム寺院で初等教育を受けた後、11歳から3年間出家。原続後、マハラム、パラム寺院とボーニュウェト寺院で、それぞれ中等教育を受ける。16歳の時、ラーチャブリー県の第四師団科士官共同体に入隊し、1910年に優秀な成績で修了、王立陸軍士官学校予科を経て、 ダーチャブリー県中トンの第四不評連隊に勤務、少尉任官。以降、同部隊にて、新兵訓練を5年間担当する。第四不評師団、第一軍管区などで参謀長を務め、37歳で陸軍参謀学校に通った後、カに、ルワン及び金釈名、チャムナイユッタサートを与えられるが、後に放棄している。1929年に少佐に昇進。 1933年、ボーアオーラデートの反乱では、鎮圧混成師団参謀長、第三軍管区参謀長、後同副司令官、司令官。1937年、大佐。1940年11月、イーサーン軍副司令官として、大仏国境紛争を指揮。1941年、少々昇進。同年5月、パヤップ軍令下の、 第三師団長として、イギリス領ビルマのシャン州の侵攻に参加。42年8月、シャン州軍知事。1943年、パヤップ軍副司令官を務めた。1944年、陸軍司令部参謀部員。同年末、セーニープラーモート政権下での戦争犯罪人法成立の煽りを受け中場で退役。1947年、 陸軍副司令官。同年、カート・カートソン・クラーム大佐、サリット・タナラット・大佐らと、政変団を組織し、11月8日深夜から9日未明、対空デターでピップーンを復権させる。空デター成功後、彼はラジオで、報道機関に向けて、食料品の不足と物価の高騰を有料していること。我が軍は、国家が腐敗した文民政治で、さらに腐敗しないため、 国民の利益のために行動したのだと涙ながらに語った。また、17日には、ラーマ8世の死は暗殺であり、自重ら5名を逮捕した旨を発表したが、詳細に関しては、言及を避けた。クーデター後、陸軍司令官に昇進。1950年には、陸軍大将となった。また、1951年には娘婿にして、義兄弟である。 警察庁官派をシーアーノンと共に静かなるクーデターを起こし副首相として事実上権力を掌握した。彼らはバンコク市内のパホン用ティン通りにあるチュンハワン家の場所から総イラーチャクルーと呼ばれ警察権力を利用して麻薬取り締りを建前に大掛かりな破片、麻薬取引を行って資金源とするとともにバンコク銀行やユッタヤ銀行の経営陣に 腹心の人間を登用させて手中に収めたり、酒、砂糖などの業種にも手を出すなど、その活動を経済圏にまで広げた。また、米国からの軍事援助を率先して推進したが、経済への不信のあまり軍内部での支持を失い、1957年3月、農業大臣に就任。同年、イーサーンで最悪の干ばつが発生した。バンコクへは、 東北からの大規模な移住者が押し寄せ、社会問題につながったが、政府当局は楽観視し、農業大臣のピンも、都市への北東部の移住も、彼らがカエルやと影を食していることも、日常茶飯事であり、心配することは何もないと発言した。一方、バンコクのフワランポーン駅には、毎日多くの難民が到着しており、学生や、 修道士は緊急支援ステーションを設置する必要があった。8月10日、新しく副農省に就任したチャルームキアット、ワッタナンクーン空軍元水をヘリコプターでイーサーン地域の調査に派遣したが失敗。同じく航空機による2回目の調査を公開したが、土地のすべては満足な状態にあり、イーサーンに危機はなかったとの姿勢を崩さなかった。 この問題を解決するための最後の試みとして、ピブーン政府は5300万バーツを割り当てた。これは、イーサーンの53人の代表者の間で均等に分割された。また、農業大臣就任前から大林ん公社の設立に関わっていたが、イーサーンでのずさんな対応への批判が冷めやらぬ中で、既存の民間林業業者に圧力を加えていたこと。 ターク県のピン川に建設中のプーミポンダムの水没地区の木材伐採を独占するため、同地区の樹木を伐採する許可の早期申請を提出したこと、それを拒んだ王室林野局局長のティエムホムリットを鋼鉄の上、冤罪で告発したこと、などをティエム自身にマスコミを通じて暴露される。同年9月、政敵のサリット・タナラットが権力を掌握。 サリット政権はピンパオ派を徹底攻撃し、一族が数百万ドルの公的資金を横領し、スイスの銀行口座にそれらを隠蔽していたと告発した。パオはスイスに逃亡し、そこで死去した。失脚以降は正解を去って自宅で隠居生活を送り、1973年、プラモンクックラを病院で死去した。このチャートチャイは、 軍人から外交官に転身させられ、以降、サリットの死去後10年近く経った1972年まで、タイに帰国できなかった。ヴィバンラックスチュンハワンとの間に5人の子供を、儲けたが死別し、後スパプンチュンハワンと、再婚、一人の子供を儲けた。チャーとチャーイが、政界進出すると、親族や娘ムコラも続き、ピンパオ派を再形成した。ありがとうございます。